日本のために17年尽くしてきたその国で人質となりました。私はその業務については非常に誇りに思っています。私の前には誰もできなかったこと、10年かけてもできなかったことを私は達成したのです。ゴーン被告でした。ジマレル・フィネル弁護事務所、法律事務所の方、そしてジャック記者に話を聞きます。まずジェシカさん、ジェシカ・フィネルさん、このゴーン被告、あなたの顧客ですけれども、日本から出国すると知っていましたか？全く知りませんでした。弁護士としては、そんなことは決してアドバイスしなかったでしょう。さまざまな理由を挙げています。公正な裁判は決して受けられなかっただろうと言っています。この記者会見を聞きましたけれども、もしゴーン被告の話を全て本当だと受け止めるとしたら、日産と日本の警察当局の間で共謀関係があったということになりますね。ゴーン元会長はそれを確信してきました。そしてさまざまな証言も出ています。日産からまた警察からのさまざまな動きについて心配していたというものです。検察側は随分と誠実さに欠けた対応をしたと言っています。そして非常に人権をまた尊厳を損ねるような形で受教する圧力をかけたと言っています。しかしこれは真実だと言っていいんでしょうか？日産を運営していた時にはルノーと日産が 43% の統合関係に入ったわけですね。そうです。日本の一部ではしかしこれについてはあまり歓迎されませんでした。そして完全統合をルノーと日産の間で、また三菱の間で図ろうとしたと言われていました。そしてそのいわば帝国を抑えた後でフィアット・クライスラーとの国際的な提携を組もうとしていたと言われています。今日の発言の中で私として興味深かったのは、日本政府が関わっていたという指摘があったことです。これは逮捕についてです。しかし安倍首相は関わっていなかったと言っています。つまり日本政府の関係者の関与はあったが、首相自ら関わったわけではない、上層部が関わったわけではないと言っています。そしてカリスマ性たっぷりに記者会見を行っています。司法上の影響などについては分かりませんけれども、私が受けた印象としては随分と強いイメージでしたけれども、関係者、日本の関係者の名前を思ったほど挙げなかったというのは興味深いところです。また夫人のキャロルさんにも逮捕状が出されました。昨年4月の問題についての逮捕状だということですが、これは日本の当局の典型的なものです。これは報復なのでしょう。屈辱を感じているはずです。9ヶ月前のことについて逮捕状をキャロル夫人に出しています。キャロル夫人は容疑者ではなかったのです。しかし記者会見の直前に報復されたのでしょう。もしかすると出国を助けたということと関係あるんでしょうか。これは報復なんだと思います。法律的なものを政治のツールに使ったのです。Simon, some of the other allegations, and again, I know you've been talking about this for a long time. Do you know, is there any? まあ、さまざまな疑惑がありますが、はっきりした証拠はあるんでしょうか。
ゴン被告が保証をしっかりと申告しなかったなどということでしょうか。もう私は法律的なことについては詳しいことは言いたくありません。ただリオとベイルート、パリの家について、まあこれは日産の資産であり、ゴーン被告は使うことができると言われていたというのです。ただ独裁的なものというものはあったと認めています。しかし独裁であることを分かるのに17年もかかったのかと言っています。しかし弁護士として、まあ、あなたの顧客が容疑者というのはどうでしょう。容疑者ではないと思います。ただ、まあ、確かに制度から出ていったわけですが、何があっても有罪になったでしょう。公平な裁判は受けられなかったはずです。 99.4% の被告は有罪となるのです。ベイルートで裁判にかけられるでしょうか。かけられると思います。まあ、正義がそこで得られるかもしれません。いつ映画化されるでしょうね。もうはっきりとこれは映画化の可能性はあるでしょう。この後ですが、新しい年には新しい仕事を探している人もいるでしょう。もしかするとロボットによって採用されることになるかもしれません。 AI がさまざまなスクリーニングをすることができる可能性があります。